どうも、こんにちは。前回の続きをやっていきたいと思います。では早速ですが、攻略に入る前にあらすじを見ておきましょう。キラトの死闘の後、カガリに命を救われたアスランは、ザフト本国へと帰還した。そこで彼は、婚約者のラクスが新型モビルスーツの強奪を手引きしたことで、指名手配されていることを知る。直接ラクスに会って事情を聞こうとしたアスランは、彼女にキラの無事を知らされ、逆に自身の戦う訳を問われる。何のために戦うのか。答えを出せぬまま、アスランはフリーダム奪還の使命を受け、同じ新型機ジャスティスで地球へと向かう。その頃、サイクロプスの攻撃から辛くも逃れることができたマリュたちは、生きていたキラとの再会を果たしていた。ザフトにいたのか。そうですけど、僕はザフトではありません。そしてもう地球軍でもないです。分かったわ。とりあえず話をしましょう。あの機体はどうすればいいの？整備や補給のことをおっしゃっているのであれば、今のところは不要でしょう。あれにはニュートロンジャマーキャンセラーが搭載されています。ニュートロンジャマーキャンセラー？じゃあ核で動いてるってこと？データを取りたいとおっしゃるのなら、お断りして僕はここを離れます。奪おうとされるのなら、敵対しても守ります。キラ君。あれを託された僕の責任です。わかりました。機体には一切手を触れないことを約束します。ありがとうございます。それでアークエンジェル、マリオさんたちはこれからどうするんですか？どうって、命令なく戦列を離れた本艦は敵前逃亡艦ということになるんでしょうね。本部はザフトの攻撃目標がアラスカだってことを知ってたんだろうぞ。それもかなり以前から。でなきゃ地下にサイクロプスなんて仕掛けできるわけがない。私たちには何も知らされなかったわ。プラントも同じだ。なんだか何のために戦っているかわからなくなってくるわ。こんなことを終わらせるには何と戦わなくちゃいけないとマリウさんは思いますか？僕はそれと戦わなくちゃいけないんだと思います。自分が連合にもザフトにも属さないと話すキラ、そして同じく敵前逃亡をしたアークエンジェルも連合へ戻ることはできず、唯一受け入れてくれる可能性のある中立国オーブへ向かう。一方、サイクロプスの発動によってアラスカ攻撃に投入した戦力の 80% を失ったザフト軍であったが、連合側に唯一残されたマスドライバーを破壊するために残存兵力を結集してパナマへの攻撃を開始する。連合軍は量産に成功したばかりのモビルスーツ隊を出撃させて応戦するが、ザフト軍のグングニールによってマスドライバーは破壊されてしまった。手持ちのマスドライバーを全て失った連合軍は、中立国であるオーブの所持しているマスドライバーを接収しようとオーブ政府に圧力をかける。オーブの立場は地球側か、それともプラント側なのか。理不尽な選択を強いる連合政府に、オーブの指導者アスハ前代表は連合への協力を拒否し、あくまでも中立の立場を貫くことを宣言した。オーブの態度を敵対行為とみなした連合軍は最後通帳を突きつけ、攻撃部隊をオーブへ派遣する。オーブにたどり着いて補給を受けていたアークエンジェルのクルーたちも、新たに鳴り響く戦いの鐘の中で決断を迫られていた。まもなく連合軍のオーブ攻撃が始まります。我々もまた道を選ばねばなりません。オーブを守るべくこれと戦うべきなのか、そうではないのか、
我々は自身で判断せねばならないのです。アークエンジェルに残る者はオーブ軍に加わって敵の迎撃に当たることになります。連合軍は配備されたばかりのモビルスーツ隊が中心です。手ごわいとは思うけど、フリーダムを中心に防衛線を形成し、これを撃退します。連合との戦闘を望まぬ者はオーブ政府の指示に従って避難してください。私のような頼りない艦長にここまでついてきてくれてありがとう。はい、では自分編成やっていきます。まずは前回エースにした機体を開発していきます。最初は爆空です。ま、これは爆空回収タイプに開発しましょう。続いてスカイブラスターです。あ、これは開発せずに改造にしましょう。改造はエースになった機体の能力を上げることです。1レベル上がるごとにポイントがもらえ、そのポイント分改造できる仕様です。その代わりに開発ができなくなりますが、今回のように微妙な開発先の時は改造してしまった方がいいです。編成しました。今回はガンダムタイプを中心にがっつりレベル上げをしていきます。編成はこんな感じです。それでは出撃します。尋問、いそう。この船、また戦闘に出るの。オーブに地球軍が攻めてくるから。だからあんたもういいって、釈放。ちょっと待てよ。おい、どういうことだよ、それは。地球軍が攻撃してくるからアークエンジェルは戦うの。それに、あんた乗っけといたってしょうがないじゃない。だから降りて。いや、だからなんでお前らが地球軍と戦うの。オーブが地球軍に味方しないからよ。攻撃が始まったら大混乱よ。悪いけど、あとは自分で何とかしてね。お前も戦うのか。私はアークエンジェルの CRC 担当よ。それにオーブは私の国なんだから。要求は不当なものであり、従うことはできない。オーブ連合首長国は今後も中立を貫く意思に変わりはない。いや、さすがアスア前代表、期待を裏切らない人ですね。本当のところ、要求飲まれちゃったらどうしようかなって思っていたんですよ。あれのテスト、ぜひとも最後まで頑張り通していただきたいものですがね。時間です。オブ軍、戦闘開始しました。アークエンジェル、発進します。キラヤマト、フリーダム、行きます。ストライク発進、どうぞ。フーラフラガ、ストライク、出るぞ。マスター、とっととそっから下がれよ、アークエンジェル。あいつ、あー、君たち、マスドライバーとモルゲンレートの工場を壊してはいけません。わかってるね。みんな殺していいんでしょ。ですね。うっせえよお前ら。新型か。まずはあの白いのだ。はあ、
体同士で。てめえら邪魔すんじゃねえ。何やってるんだよ。戦闘に介入するのか。軍からはこの戦闘に対して何の命令も受けていない。この介入は俺個人の意思だ。アスラ、今回からかつての仲間地球連合軍が敵になっています。代わりにオーブ軍が味方として加勢してくれます。今まで味方に人型の量産機がいなかったので戦力として期待できそうですね。そして連合はタイミングよく人型の量産機を開発しており、なんでもっと早く作らなかったと言わんばかりです。目障り。いや、戦わなくてはいけない運命だ。いい加減に。敵の新型ガンダムはキラたちにお任せします。今までの連合のパイロットじゃない。弾くやつか。地球連合がこんなモビルスーツを。へえ、まだいたんだ。変なモビルスーツ。スペシャルアタックさえぶっ破されなければ、多分この二人で大丈夫そうです。オーブの三人にはエンブレム回収に行ってもらいます。
ムータイには陸に上がってもらい敵を迎撃してもらいます。ジャスティスを敵に渡すわけにはいかない。交代する。アスランはスペシャルアタック食らってしまったので、これはしょうがないですね。てめえら、今度会ったら瞬殺だ。これ以上誰も傷つけさせはしない。うざい。おら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 、これで無駄だってことが分かったろ。こいつ、ゴーレムのエンブレムゲットです。だから死んだよね。
ングガンダムがエースになりました。ここは強気に攻撃していきましょう。フレイもやっと戦えるようになってきましたね。こいつら勝つだけいたって。臆病者にはちょうどいい距離ってわけね。そんなもの。なんとか近づかなければ。しくしょう。お前らうるせえよ。覚えてろ。新型ガンダムも葬ったので、キラにはそのまま敵の HP 削りに行ってもらいましょう。このままの調子でいけばこのステージでフリーダムをエースにできるかも。ミリアリアの初期に比べると強くなったんですが、外しちゃいましたね。オーブの3人も戦闘に参加させるため、移動しましょう。一般の方は削りのため、突貫させます。やっぱ飛行機と違って人型は耐久もあっていいですね。
何と戦うべきか。戦争とは難しいものですね。めっちゃグサグサ刺さってえぐい。悪いけど、見逃すことはできないわ。you
ごきげんよう。ジュエルガンダムがエースになりましたね。ま、多分ブリッツガンダムにする予定です。ゲストのフリーダムがエースになりました。ちょっとずるですが生産登録して自分に組み込みます。ただまともに乗れるのかがりくらいしかいないんだよなぁ。世話が焼けるな。支援するから仕留めろよ。やめやめ、ちょっと休憩ってことですよ、艦長さん。一時撤退です。全軍撤退。なんだと？オーブの底力、思っていた以上のものだ。信号弾撃て、一時撤退。
援護は感謝する。だが、その真意を改めて確認したい。俺はその機体、フリーダムの奪還、あるいは破壊という命令を本国から受けている。だが今、俺はお前とその友軍に敵対する意思はない。アスラン、話がしたい、お前と。ステージクリアしました。今回は敵の数も多くて経験値をたくさん得ることができました。ユニット破壊されて少しへこんでたんですが、修理するとまた復帰できるんすね。戦闘機は確保してお金にしましょうかね。今回はブリッツ、フリーダム、おまけでバスターが生産登録できるようになりました。次回から早速使っていきたいです。学習機能はユニットに経験値バフがかかるので、資金の許す限りつけていきたいです。戦艦もネイルアーガマが使えるようになりました。それでは、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。